どうもこんにちは。今回はすごくいいスキレットを購入したのでご紹介しようと思います。そのスキレットがこちら、スケーターツーウェイスキレットです。パッケージには使い方2通りとありますが、これは蓋にもなるしフライパンにもなるということです。そうなんですよ、これね、蓋付きのスキレットです。それでは早速開封してみましょう。まずは蓋の部分、なんか RPG に出てきそうな模様が入ってますけれども、こんな感じです。そしてスキレットで作れるレシピブック、こんな感じでスキレットの裏面にも模様が入ってます。こういうところがちょっとかっこよかったりしますよね。そしてこれが何かというと、持ち手です。このスキレットはですね、持ち手が取り外せるようになってまして、ありそうでなかなかなかったタイプのスキレットになってます。蓋にも持ち手を引っ掛ける部分がありますので、すごく使いやすくなってますし、蓋が平面だっていうのもいいですよね。こんな感じで蓋はしっかりと重なる構造になってます。普通のスキレットだと持ち手の部分は必ず厚くなってしまうので、これはね、本当に最強のスキレットと言えるんじゃないかなと思ってます。使い方なんですけれども、使う前にまずは恒例のシーズニング。シーズニングのやり方なんですけれども、説明書に書いてありますので、ここでは省略します。このスキレットを使った初めての料理として、アヒージョを作ってみました。本体でアヒージョを作って、蓋の部分でパンを焼きます。パンもしっかりとカリカリに焼けてくれました。蓋の部分にも縁がついているので、簡単なフライパンとしても使えそうです。このスキレットは蓋がついてますので、蒸し焼きにすることもできます。ハンバーグも蓋をして5分程度蒸し焼きにすると、中までしっかり火が通った出来になりました。本体も蓋もフライパン代わりとして料理に使えて、なおかつ取っ手が外せるスキレット、ソロキャンプ用としても自宅用としてもかなり使える最強スキレットなんじゃないでしょうか。ということで、このスキレットこれからガンガン使っていきたいなと思います。